一番最初にやはりこう、もうこの政治家っていうのはさすがだなと思ったのはメルケルさんだったんですね。で、まあ、2月だったと思いますけれども、まあ、率直に言うと、我が国の総理大臣とかなり言葉が違うというのが、まあ、率直な感想だったんですね。で、メルケルさんで私、やっぱり非常に感銘を受けたのは、一つはメルケルさんはやはり体があまりお強い状態ではないですよね。で、それをドイツの国民はみんな知っていて、まあ、メルケルさんの体調が悪いっていうことは、まあ、それまでもですね、報道されてきた。で、さらに2月の段階では、メルケルさん自身ももしかしたら、こう、感染をしているんじゃないかっていう、そういう状況の中でですね、彼女のですね、まあ、このインターネットを通じた演説といいましょうか、国民に向けた声明っていうのが出されたんですけども、その時に僕非常に感銘を受けたのは、国民と同じ地平に立ってるなっていう、そういう言葉だったんですね。移動の制限の辛さは私が何よりもよくわかっていると。東ドイツでですね、そういうことが制約された中で生きてきた私にとって、移動の自由こそが自分にとってとっても大切だったんだと。だからそれが制約されるということが、いかに辛いことであるのかっていうのはよくわかっている。しかし、それをやらないとみんなでは克服できない。しかし、そんな中でもですね、みんなの生活の中で、ためにですね、スーパーのレジでですね、ずっといらっしゃる皆さんに心からありがとうと申し上げたいっていう、そういう言葉だったんですよね。で、世の中では死者数何人とか感染者数何人っていう人数とか数値ばっかりが出ていると。けど彼女はそれはおかしいって言ったんですよ。そうじゃないと。これは数値の問題じゃない。具体的には、誰かのお父さんであったり、誰かのお母さんだったり、誰かの子供であったり、誰かのおばあちゃんだったりする。そういう視点が大切なんだっていうふうに言って、けどもみんなで頑張りましょうっていう、そういう、なんていうんですかね、一緒にこう、同じ地平でやっていくっていう感じだったんですよね。で、一方で日本も2月の頃っていうのは、みんながね、やっぱり例えばイベントの問題とかが大きな問題になってた頃ですね。ライブハウスでなんでライブをやるのかとか、イベントをなんで今やるのかとか、競馬の試合の問題とかもう少し後だったんですが、でそういう中で、本当に今このイベントやっていいのか、やっちゃダメなのか、で、やらないっていう選択肢を取ると、このライブハウス潰れちゃうよとかですね、やらないっていう選択肢を取ると、いろんなこう、みんなミュージシャンたちが音楽できなくなるとかですね、いろんな問題があって、みんながこう、ギスギスしてた時だったんですよね。やるべきだっていう人とやらないべきだっていう、そこでの葛藤がずっとあって悩んでっていう時に、何か同じその悩みの地平に立った言葉ではなかったんですよね、我が国は。それが僕は最初のこう指導者の違いとして出たなっていうふうに思ったところでしたね。はい、そうですね。物事が順調にいってる時には、まあ、誰でも、トップなんか誰でもいいっていうこと、もしかしたら言えるかもわからないけれども、こうやって突然襲うリスクに対して私たちはそんな日頃から安閑としてはいられないんだという、なんかちょっとこう、ほっぺた張られたようなショックを受けました。メルケルさんのあのスピーチは確かに説得力がありました。彼女は西ドイツ生まれなんですけれども、お父様が牧師さんで、東に宣教に、あの頃そんなことあったんですね、行くために東に小さい頃に渡って、そこでこう育たれたから、その東の体制っていうのをよく知っている。で、だから西ドイツの基本法というのがものすごく自分にとっては重いんだということもこれまでおっしゃっていて、で、それにこう違反するような人々の基本的な自由を今自分が縛らなきゃいけない、制限しなきゃいけないということの苦痛がにじみ出た。私、メルケルさんの、演説っていくつか素晴らしいのあると思うけれど、もう名演説だったと思います。本当にそうなんですよね。僕はすごくさっきトランプのお話もしてくださいましたけども、対照的だったのは、弱さをしっかり見せれる政治家と強がりの違いだと思ったんですね。で、僕たちは強がりにはね、そんなに惹かれないんですよ。で、人間みんなが弱いですから、その弱さに立った政治家、そして私も弱いし、私も怖いし、こういうことについての未知の問題についてのですね、恐怖があるっていう、その同じ私たちの弱さの地平に、
こういう時って政治家が立てるかどうかっていうのが実は大切なんだと思うんですよね。それよりも虚勢を張って何かプロンプターでずっと何か官僚答弁のようなものを読み上げるよりもですね、私はこう同じ事変に立っている僕たちが不安であるっていうことと同じ不安を一緒にこう共有しているっていう感覚が実はいろんなことに前向きにつながるんだと思うんですよね。それが安倍さんや、トランプさんにはなかったなと思いました。イギリスのトランプと言われているボリス・ジョンソン首相なんですけど、うん